これはデモ音声です。シーズン途中に加藤翔平とのトレードでロッテに加入した加藤は、シーズン後半に小島和也、佐々木朗希、河村節人を好リードするなど投手陣を引っ張ったが、打撃では105打数で10安打、打率 0.095 と苦しんだ。これはデモ音声です。打撃練習が終わった後には井口監督から身振り手振りのアドバイスをもらっていた。これはデモ音声です。福田光が練習に参加、高卒3年目の山口浩輝はライトでノックを受けていたが、外野でのノックが終わるとファーストミットに持ち替え、ファーストでもノックを受けた。これはデモ音声です。ロングティーが終わった後は森脇コーチとのマンツーマンのノックを受けていた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。この日だけでなく18日の練習を見ていても、与えられた練習をこなしているのではなく、自分が上手くなるために1分1秒を無駄にせず、しっかり考え練習しているように見えた。これはデモ音声です。また、この日は、福田光輝も練習に参加し、内野のノックではセカンドで受け、センター寄りに抜けそうな打球に対して一塁へジャンピングスローすれば、打っても、右の打撃投手の時は逆方向を中心に打っていた。